皆さんこんにちは。朝ドラへの出演も大きな話題となった深津絵里さん。 JR 東海の CM で話題になり、フジテレビ系のドラマ踊る大捜査線シリーズで織田裕二さんと共に同僚刑事役でレギュラー出演していたことは皆さんご存知ですよね。そんな深津絵里さんですが、2024年現在その姿はテレビや映画などの映像作品でほとんど見かけなくなった気がします。そんな深津絵里さんの現在についてちょっと気になりませんか？そこで今回は深津絵里さんの現在やプライベートのことなど詳しく話していきましょう。深津絵里さんは2021年11月1日から NHK で放送されたドラマカムカムエヴリバディに出演したことを最後に、現在までテレビドラマには出演をしていないようです。さらにカムカムエヴリバディへの出演は2020年1月6日に放送されたお正月ドラマ最後の女に出演して以来約2年ぶりで、連続ドラマの出演としては13年ぶりだったそうです。カムカムエヴリバディでは上白石萌音さん、川栄李奈さん、深津絵里さんの3人の女優がリレー方式でヒロインを演じていることで話題になりました。また当時48歳だった深津絵里さんは史上最年長のヒロインだったそうです。朝ドラのヒロインを直接オファーされた深津絵里さん曰く、とんでもないものを引き受けてしまったとドキドキする毎日を送っていたそうです。さらに驚いたのは、作品中に18歳のヒロインの役を48歳の深津絵里さんが演じたことです。普通に考えればキャリアを重ねた48歳の女優が18歳の役を演じるのはなかなか難しいと考えられますが、深津絵里さんは見事にその役を演じられました。さすがの演技力で18歳役の深津絵里さんの姿が綺麗、可愛いと評判だったようです。演技力もあり可愛さも兼ね備えている深津絵里さんですが、出演すればきっと毎回話題になるにもかかわらず、なぜドラマで見かける機会が減ってしまったのでしょうか。2020年ドラマ最後の女に出演したのも、実は前のドラマ作品出演から9年のブランクがあったそうです。その理由として深津絵里さんご本人の意向で2011年頃からテレビの出演を控えたと言われています。その代わり1年間に出演する1、2本の映画作品に集中して取り組みたいという意向があり、芸能活動をシフトしたようです。そのような気持ちに至ったのは、2010年9月11日に公開された映画悪人でモントリオール世界映画祭最優秀女優賞を獲得したことがきっかけと言われています。自分の演技が多くの方に評価してもらったことによる感動から映画への取り組み方が変わったのかもしれませんね。しかし話題のドラマに出演していた深津絵里さんが急に年間1本から2本の映画にのみ出演されることになれば、我々一般人はテレビで見かけることも少なくなるはずですよね。少し残念な気がしますが、ご本人の意向ですから仕方がありません。また深津絵里さんの母親は書道家の深津由美子さんという方で、両手や左手を使い漢字アートという独自の手法を使った書道家として2014年11月に東国宮文化褒章を受賞される方でしたが、同年4月ごろ肺がんを発症し2015年6月に亡くなりました。見つかった当時は病状はかなり進行していたようで、余命3ヶ月と宣告されたそうです。ですが母は余生を楽しみたいと治療をすべて拒否し、それでも宣告された余命をはるかに超える1年以上生き続け、2015年6月に死去しました。亡くなった当時深津由美子さんはまだ66歳の若さだったため、深津絵里さんも相当なショックを受けていたと言われています。闘病の苦しみに耐えて長く生きるよりも短くとも楽しく生きる、こうした母の看病を通して深津絵里さん自身の人生を見つめ直す時間も増えたはずです。そして数多くの作品に出演するよりも、自分が出演する意義がある作品だけに出演することを決意したのでしょう。ただこの決断は誰にでも真似できることではありません。深津絵里さんのような稀有な女優だからこそ
できた決断であることは間違いないでしょう。そんな深津絵里さんですが、結婚して旦那がいるのか気になる人も多いでしょう。長らくスタイリストの白山春久さんとは事実婚状態ですが、入籍することなく独身なのはなぜなのでしょうか。子供の噂についても見ていきたいと思います。2024年現在、深津絵里さんのパートナーとして知られるスタイリストの白山春久さん、ただ2人は入籍しておらず、事実婚という形式をとっています。そのため法律上は正式な夫婦ではありません。2人が出会ったきっかけは2002年のドラマ恋の力です。このドラマでスタイリングを担当したことが出会いのきっかけとなったようです。その後2006年に女性週刊誌で相合傘姿をスクープされ、2007年には同棲中との報道されました。広さ180平方メートルのヴィンテージマンションを愛の巣にしているという情報もあります。また NHK の熱烈なオファーにより初めて出演した朝の連続テレビ小説カムカムエブリバディ、このドラマでも白山春久さんは深津絵里さんの専属スタイリストを務めていました。その他ファッション誌のインタビューなどでもスタイリストを担当しています。海外での取材にもほぼ全て同行していたそうです。仕事だけでなく私服の着こなしについてもアドバイスすることがしているんだとか。長年一緒にいる白山春久さんだからこそ魅力が最大限発揮されるスタイリングができるのでしょう。深津絵里さんがいつまでも輝いているのも白山春久さんの力添えのおかげなのかもしれませんね。公私にわたるかけがえのないパートナーと巡り会えた深津絵里さん、おそらく今後他のスタイリストにスタイリングを依頼することはないでしょうね。2024年で交際歴は18年以上となる深津絵里さんと白山春久さん、これだけ長く交際しているとなぜ入籍をしないのかと気になってしまいますよね。深津絵里さんが入籍しない理由を明かしたことはありません。単に入籍にこだわっていないということも考えられるでしょう。長年一緒にいることから入籍の必要性を感じなくなったのかもしれません。入籍しないことで互いに依存しすぎない状態を維持したいと考えているようにも思えます。入籍すると嫌をなしに夫と妻という立場となってしまいますよね。また日本には夫を支える妻を理想とする人が少なくありません。そのため入籍すると妻としての役割も求められてしまう可能性があります。ですが今の深津絵里さんはいい意味で背負うものがない状態だからこそ、損得感情を抜きとして自分の望む仕事だけに専念することができるのでしょう。ただ深津絵里さんは2023年で50歳という節目の年を迎えます。人生100年時代と言われる昨今、50歳はちょうど人生の半分ということになります。長年交際する2人が入籍するきっかけとしては十分すぎる気がします。もしかすると2024年に深津絵里さんから喜びの報告を聞けるかもしれませんね。連続ドラマには数年間出演していないということから、深津絵里さんが子供を出産したのではと思う人もいるようです。ですが深津絵里さんには子供はいません。前述しました通り、自主的にドラマなどの出演を減らしているのみで子供を出産するためという理由ではないようです。余計なお世話かもしれませんが、深津絵里さんの今後の芸能活動についていくつか考えていきたいと思います。最近の活動をそのまま継続するパターンがあり、つまり自分の納得した映画作品に出演しながら女優活動を続けていくということです。ガツガツ仕事をする環境にないのであれば、自分のペースで仕事をするのが一番いいかもしれませんね。深津絵里さんを有名にした作品の一つに踊る大捜査線が挙げられます。2024年10月11日には映画2部作の前編室井慎治破れざる者が公開されました。しかしシリーズ本来の主人公である織田裕二さん演じる青島俊作や深津絵里さん演じる相棒刑事の恩田すみれはシリーズ最新作の室井慎治に出演していません。2012年公開の劇場版第4弾踊る大捜査線ザ・ファイナル新たなる希望にて
スミレは銃撃の後遺症による体力の限界を感じ、青島ら同僚には告げずにひっそりと退職する道を選び、故郷の大分に帰ろうと夜行バスに乗り込みます。しかし終盤で窮地に追い込まれた青島を助けるため、乗車していた夜行バスを使い事件現場に急行。バスは現場の倉庫に突っ込み横転した上、この時バスから脱出したスミレの体が一瞬透けているように見えており、鑑賞したファンの間では死亡説がささやかれていますが、真相は未だに謎のままです。とはいえ新作の室井慎治には室井と絡む青島と恩田の過去作のシーンがふんだんに使われているだけに、シリーズのファンは2人にカムバックしてほしいと思っているはずです。これまでバリバリ働いてなかなか深津絵里さんは白山春久さんと2人でゆっくりする時間がなかったと思われるので、2人の時間を有意義に過ごしていると思われます。深津絵里さんがそんな時間に飽きて仕事への意欲をかきたてられるまで深津絵里さんの充電は続きそうです。とはいえ踊るシリーズのファンのためにも恩田すみれのその後を明らかにしてほしいですね。また2023年10月に深津絵里さんはパリコレに出演しました。ファッションブランドロエベがパリ東部のバンセンヌ城で披露した2024年春夏ウィメンズコレクションに深津絵里さんが来場しました。深津絵里さんがパリコレへ出演することになったきっかけは、ロエベが日本で展開されてから50年という節目の年に同い年の深津絵里さんにパリコレへのお誘いがあったようです。深津さんは無縁の世界だと思っていたのでとても驚いたそうですが、なぜかこの体験をしてみたい、ファッションショーとはどんなものなのか好奇心を抑えられず、ショーで着用するお洋服を選ぶことになったそうです。深津絵里さんに赤色がとてもよく似合っていました。パリコレに出演したことをきっかけにモデル活動も本格的に始めるかもしれませんね。そして深津絵里さんといえば、1988年15歳の時に出演した CM が話題でしたよね。その CM とは JR 東海の CM クリスマスエクスプレスで、当時山下達郎さんの曲と重なり話題の CM だったそうです。とても15歳には見えない大人っぽさがありましたね。その後2022年1月16日にこの CM の続編として33年ぶりに JR 東海が深津絵里さんを主役にした CM を制作し、東海道新幹線公式 YouTube チャンネル内で公開されました。コロナ禍で会いたい時に会えない状況について、直接会うことの価値をメッセージに込めた内容だそうです。もしかしたら過去に深津絵里さんが携わった作品の続編に踊る大捜査線同様に出演する可能性がありそうです。それでは最後に深津絵里さんの年収について詳しくご紹介していきます。深津絵里さんは女優だけではなく、先述した通りパリコレにも出演するほどのモデルでも活躍されています。そんな深津絵里さんの年収が気になっている方は多いのではないでしょうか。年収は少なくとも3000万円ほどはあるのではないかと思われます。テレビ出演は限られていますが、 CM 出演やロエベのショートフィルム、パリコレ出演など多方面で活躍されており、変動ある中である程度の年収はあるのでしょう。ですが深津絵里さんが全盛期だった時期には、つまり踊る大捜査線やキラキラ光るなど映画やドラマに引っ張りだこだった絶頂期の年収は少なくとも5000万円から6000万円はあったと言われています。当時の売れっ子ぶりからするともっともらっていてもおかしくない金額ではありますが、深津さんの性格なのでしょうか、ギャラ交渉を自らすることはなく全ての交渉を所属事務所に任せていたようです。それでも一人で生きていく上では十分な収入だったと言えますね。ちなみに有名なベテラン女優さんの平均年収は7000万円から7億円と言われています。かなり幅がありますが、深津絵里さんは有名な女優さんであることからも出演料は高そうです。以前のように多くのドラマや映画雑誌等の出演があれば深津絵里さんも同等の収入であるように感じますが、現在は少し仕事をセーブされている様子もうかがえます。
そのため平均の7000万円の半額程度の3000万円ほどではないかと推測されています。いかがだったでしょうか。今回は深津絵里さんが最近映像作品でほとんど見かけなくなったことについてや結婚、子供について話してきました。ドラマや映画など一本一本に集中したい気持ちやお母さんのことがあり数は減ったようですが、完全に引退というわけではなさそうですし、今後の活躍にも期待ですね。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。